この男性は侍や忍者に憧れ、日々刀の訓練をしています。そんな彼が車道で剣を振っていると、一台の車が通りかかります。すると、予想外の申し出に思わず爆笑してしまいます。続けて運転手は熱心に教えを請う運転手、彼が弟子入りできたらいいですね。